はい、じゃあ続きいきます。ですね、これからじゃあ最後の水晶のかけらを集めにですね、鬼ヶ島行くわけなんですが、必要なものもろもろ買ってきましたと言ってもほとんど隠れ身のなんですけど、はい、隠れ身の買ってきました。ちょっといらない弾ほんとね、ちょっといらない弾ってか、まあ高画者混乱しかないけど、この辺預けたいんだよな。でもね、枠がいっぱいだから預けられなくてすごく困ってますはい、まあまあまあ、なんとかだましだましやっていく形でいきます。よし、じゃあ隠れ身のを使って鬼ヶ島行きたいと思います。これ、はい、スズメのお宿ですね。ここから歩いていくか。あ、歩いていかなくてもお城で行けばよかったんだ。そうだった、お城で行こうか。隠れ身の早速1個使った意味ねえけどダメだね、采配が甘いよね。まあいいや、もうファミコン版の、ファミコン版というか前作かの最後ラストが鬼ヶ島でエンマーと戦ったんだけど、まあそれ以来の鬼ヶ島になりますよね。なんか作りとか変わってんのかな、それともそのままになってんのかな。ちょっといろいろ楽しみではある。まあでも地獄ですからね、地獄に通じると思うんすよ。なんてだって鬼の本拠地ですから、ちょっと不安もある。もしかしたらくっそ長いダンジョンになる可能性もあるんじゃないかなとか、思ったりしてますけどね。割とだから前作は、道中がきつくてボスは六角連打すりゃなんとか倒せるみたいな感じだったんですけど、最後のこの鬼ヶ島はエンカウントしなかったし、すっげえ短かったからすごく楽だったんですよ。ファミコン版の本当の最後って、ファミコン版ってか前作ね、最後ってすごく楽だったんですけど、今回は多分違うんだろうなーっていう気はしてます。勇気の剣、さあ行きましょう。はい、ほう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 、おうおうおう、来てるよ来てるよ、すげえ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 、モーゼの10回だ。まさに前作でも同じこと言ったけど、モーゼだモーゼ。お、もうついたの、もうついた。どこの沼地かわしていくか。あ、お地蔵さんいる、お地蔵さんちょっと話しかけたいな。あーってなるとやっぱ遠くからぐるっと回ってこなきゃダメか、めんどくさいから冬を使おう。はい、冬を使います。海を渡って帰りたければ鬼ヶ島の南の崖で勇気の剣を使うがいい。鬼ヶ島南の崖で、ほうほうほう、あやべ、途切れちゃったよ、隠れ身が切れちゃった。まあこの辺で使えってことなんでしょうな。行くぜ、鬼ヶ島。まあ、し、至ってシンプルというか、作りが前と違うか、ファミコンのやつと。どうなってんだ、このまままっすぐでいいのかな。違うね、作りがもう違うね。うん、
よし。鬼ヶ島がラスダンじゃないのか。え、ちょっと何何なんて書いてあった。ラスダンじゃないのか、これは。サンズの川。やだなー、やだなー、うわー、選択してるよ、サンズの川で。おいおい、いっぱい出てきてる、いっぱい出てきてる。大丈夫？全体攻撃でちょっと削っていきたいけど、あー、まあいいや、戦う戦うでいってみっか。 OK OK、 弱い、ここまでは弱い。あ、弱い、弱いやつしか出てこないんだったらいいけどね。おっと、これ渡るのかな、渡るのかな。どうすんだろう、誰もいないし。ちょっとノーヒントじゃねえか。何干してるんだこれ、みんな。サンズの川で。あ、なんかある。なんかあります。頼もう。船を貸してくれ。お、じいさんばあさんいる。ぐしししし、わしはこのサンズの川の番人、ケンネ王者。お前が桃太郎か、そうかよく、そうかそうかよく来たの、ぐしししし。ところで桃太郎、これが欲しくないか。いや、何、大したものではない。満月の水晶というつまらんもん、欲しい欲しい。欲しければ後ろの筒に入れとくから持っていくがいい。なんか怖い。死んだものならいくらでも通してあげるけどね。ああ、そういう感じか、お前ら。ケンネ王。脱、何、脱イバー、脱イバー。ちょっと、やめてくれよ。サンズの川を渡るなんちゃらかんちゃらば、あんたちもバサロー様のご命令。いやいやいや、武器はあるか、武器はあるのか。待って、守り固めるか。守り固めて別府倍力だな。倍力をエンマで、倍力金ちゃん、倍力金、はい、守り強いな、おい。 OK、 とりあえずまあバフでバフは OK だけど、六角一発撃つか。桃太郎もう一旦耐えられるかな。津波行くか。烈風ちょっと使ってみたいね。守り使ってもこんだけダメージ食らうの。津波、はい、烈風。おお、強い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 けど、かわされた。普通にかわされた。じゃあさ、ちょっともう一発六角借りて、満金丹、いや待て待て待て、千金丹を自分、満金丹を桃ちゃんで普通攻撃。ちょっと強いねやっぱ。おい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 、剣取られた。これはまずい、これはまずい、剣取られた。
いや、じゃあだったらもう六角だ。てか剣取られるのはなしよ、ほんと。もう一回守り使いたい。守り、みんなフニャラとか使いたいよな。待て、回復だ。金ちゃんミナフニャラで行こう。で、普通攻撃。オッケー。はい、ミニャフニャニャニャ。え、自分の防御力下がるの？あ、そういう意味のみんなか。なんだよ、しかも敵効かなかったじゃん。おいおいおい、そういうミナフニャラなのか。使えねえ術だな、おい、エンマ様にしてはよ。ちょっとちょっと。もう一回じゃあ守り張らないとダメじゃん。まだ倒せねえ。とりあえず一体落とせねえ。六角三発入ったぜ。素手とはいえまだ倒せんかね。ちょっと自分で回復して。頭突き行くか。頭突き行ってちょっと守り張ろう。守り OK。 危ない。続きげ。ほら、よっしゃ。おお、経験値がすごいね。ブラシマも、エマは普通、通常攻撃しかない。よし。エマは耐久力もあるな。たまたまか？桃太郎ちょっと何もできん。術は使えねえし武器もないからちょっと何もできん。もう一回頭突き行くか。で、満金丹じゃあ満金丹で回復でしょ。もうこれ金太郎ちょっと頑張ってもらわないとダメだね。頭突き連打でいきましょう。桃太郎防御でいいなこれ。戦闘出した。おお、来た。エンマ会心の陣営、頭突き。おら守る。はい、頭突き。ずっとこれでもう繰り返しですね。満金丹、まあ千金丹でもいいと思うけどな。ちょっと節約で千金丹にしてみるか。あー、満金丹の方が良かったかな。いや、これで倒しきってしまえばいいだけの話。いけ。またか。かばう。頭突きは打てない。あ、打てる。満金丹。おお、めっちゃ、やなんで狙ってくるかね。4分の1引くかね、そこで。よっしゃ、カーブ。はい、オッケーオッケー。取り戻した。これ全員レベル上があるんじゃない？ OKOKOK。 一応じゃあ全回復したってことだよね。お、エンマ20段。みんな先端。おお、いいじゃん。エンマじゃあ何でもできるね。あの、技ポイントは少ないけど。うん、何でもできる。人気度5上がった。 100OK マックス。完走しましたね。人気度100、達成記念にコンロの玉。おっと、これ以上上がりません、あしからず。お、よし、これで全部揃ったんじゃない。よっしゃ。ちょっどうするの。でって感じだけど。あ、また月に行くのか、これで。
多分。ちょっと隠れ身ので、ちょっともう一回ちょっと探索しますけど、多分これで月に行くんだろうね。月の宮殿か。なんもないよね。今さら。今さら。あるある。桃伝あるある。よし、わかった。じゃあ、戻りましょう。おっと、なんか、いろいろ出てきたけど、ニョヒ。ちょっと赤鬼から行くか。待て待て、絶好調二人は、こっち行った方がいいよな。じゃあ、うわ、心の数すげえ。2000いくらだって。まあちょっと早めだけど、じゃあ一回ここ抜け出して、終わりましょう。え、抜け出しなかったっけ？あった。よし。ほんで月の宮殿行きますか。よし。おっと、音楽変わってるね。あ、そっか。ボス倒したからか。よし。じゃあ、今回ちょっと短めですけど、また、ここで切りたいと思います。次は多分、何かしら、水晶を全部揃えたので、何かしら、ね、新たなイベント発生すると思います。はい、何起こるか非常に楽しみですね。はい、というわけで今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。